到着いたしました。ここどこかというと、筑波山の途中までですね、来ました。はい、上の方には筑波山が、なんとなく見えてるかな。まあ、ここもずっと登っていくと、筑波のキャンプ場の方に行くところです。まあ、その途中で止まったっていう感じですね。こんな感じでね、ここは林道鬼ヶ作戦。まあ、名前がね、作戦。まあ、ちょっと字は違うんですけども、まあ、鬼ヶ作戦というところでね。はい。で、起点と終点っていうのがちゃんと住所であります。で、延長2109メーターっていうことでね、結構走ってきました。まあ、この今水平保ってるんですけども、このうねり具合はこんな感じです。今ね、見てきてもらった通りの道がずっと続いております。いや、でもね、久しぶりにやっぱこういうとこに来ると気持ちがいいのとね、走っていて楽しいのとありましてね、私もあまり体調が今ねちょっと優れないんですけども、まあ、ここに来てリフレッシュできたかなという感じです。はい。登っていくとね、山頂駅。で、ちょっと字がね、消えちゃっているんですが、はい。こんな感じで、ちょっと字の方が、読みませんけども、バス停がありますね。5.5km。で、こっちは、やはりバス停の、行き先ですね。だからここからちょうど行くとね、両方とも4キロ以上離れてるということで、まあ車じゃないとちょっと来れないかなって感じのとこです。あそこにね、車を止めてずーっとちょっと歩いていきたいと思います。もうほんとね、周り何にもないとこ。もっとね、私道が広いと思ってたんですよ。で、本当だったら筑波山のね、駐車場の方、ケーブルカーの方行こうかなと思ったんですけど、まあたまにはね、違う方に来ようかなと。まあ、そんなわけで、まあ、一本とかね、裏の方に、まあ、細い、まあ、この道あったのは知ってたんですけど、一度も来たことがなかったんで、まあ、いい機会かな、という感じで、まあ、ちょっと足を伸ばした感じです。千葉から来るとね、ちょっと遠い方になるんですけど、まあ、でも、やっぱ来たことのない道っていうのはね、まあ、それなりに楽しいもんです。まさかあんなにね、狭い、くねくね道だと思わなかったんでね、まあ、それはそれでいいかなっていう感じです。あれ。カラーコーンがね、立ってますね。こんな感じで。まあ、この先別に行っちゃいけないとかっていう書いてはないので、まあ、大丈夫なんだと思うんですけど、まあ、ちょっと気をつけながら周りがね、こんな感じで、危ないところもありますので、まあ、ちょっと気にしながら進んでいきます。この緑のね、緑さがすごいみずみずしくてね、っていうかね、雨降ったばっかりだから、みずみずしいのはね、もう、当たり前のように気持ちがいいんですけど、ただやっぱりこの時期でも、まだ緑がね、しっかりとしてますので、深呼吸をした時にね、気持ちがいいです。であとね、私は運動不足なんでね、まあ、歩いていて、すぐに息が上がってしまうのも少し体力をつけないといけないんですけど、なかなか仕事柄ね、動くこともないので、休みの時にこうやって、まあお散歩するぐらいが一番ちょうどいいのかなと思います。耳の周りで蚊がプンプン飛んでおります。雨が降ったからかな、本当に蚊がすごいね、ここね。はい、やっぱりこういう人たちがいらっしゃるんでしょうね。歩きながらのタバコや焚き火、やっぱり山火事につながりますからね、こういうのはやめた方が、まあ、わかるとは思うんだけど、書かなきゃわかんない人もいるんでしょうね。いや、結構歩いてきたんだけど、何にもなさそうな感じだから、戻ろうかな。
いや、結構歩いてきたな、本当に。いや、見るものも何も特になさそうだから、引き返そう。何もなさそうだよね。いやー、でも気持ちがいいとこだ、ここは。いいところだけど、いやー、何もなさすぎて。これはでも、一人で来るに限るね、こういうところは。友達とかね、家族とかで来るような場所ではないですね。なんせ歩きしか。栗。ああ、もう栗も落ちてくる季節になりましたよ、本当に。ねえ。いや、本当ね、ここはね、一人で来るもんです。間違ってもね、彼女さんとかで来ると、何にもないところだっつって喧嘩になる可能性高いんだよね。ここは一人で、親父みたいに一人でね、来るのが一番いいのかな。はい。あとね、今後のプランをね、ちゃんと立ててる人じゃないとね、ふらふらっとこんなところに行ってしまわれると、片道になってしまいますので、ね、帰りのことをちゃんと考えましょうね、これね。いやー、気持ちがいい。ただね、雨降ったからかよくわかんないんだけど、鳥の鳴き声とかも聞こえないです。カラスの声は聞こえるけどね。あとは、上空を飛んでいる飛行機の、グオーっていうエンジン音だけですね。それ以外は、そんなに聞こえる音ってのはないね。こうやって見るとね、とても木々が茂っていて気持ちのいいところなんですけど、これ今水平を保ってこれです。で、下の方を覗くとね、こんな感じでもう、ほんと崖みたいなところなんですよ。やっぱちょっとこの辺は気をつけないと怖いなというところはありますけども、まあただね、全体的に気持ちがいいです。そしてなんか今パラパラ雨が、顔に当たってきたので、ちょっと車に早く戻りましょう。なんかこういうところでヘリコプターの音ってのは聞きたくないね。できることなら、風の音と、風にそよぐ葉っぱの音と、水の音と、まあそのぐらいをね、聞きたいもんです。車の方に戻ったんですけど、やっぱりね、この先がもうちょっと気になったんで、もう少し歩いていきます。今、蜂に襲われそうになってちょっと走っちゃった。この時期そういえば蜂がね、結構で、もう、出てくるから気をつけないといけないの、すっかり忘れてたね。はい、こういったところなんだけど、いやー、まだまだありそうだな。まあ、ちょっと行ってみてね。キャンプ場はあるのは分かってんだけど、まあ、そこまでね、行ってもキャンプ場しかないから、まあ、途中まで戻ろう。途中まででね。いや、でも気持ちいいな、こうやって開けてると。はい、左からはね、沢になってんのかな。水の音が。こっちいいです。まさかこんな名前の川があるとは。いいね。いやー、いい名前の川を見つけたよ、本当に。
ああいう川はね、いいよ。川っていうか橋だよね、あれね。ちょっと橋があったから。いやでも気持ちいいやね。さあ、車のとこに帰ってきました。さて帰ろう。あーでも気持ちが本当に、これね、林道鬼が作戦なんだろう。昔は鬼が出たのかな、ここに。そういうのも機会があったらね、調べてみたいな、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。